さんさんって言うんですか。ああ、何のコンサートやってるんですか。すごいね。でここにいてもう仕事も全部できて。自分の頭のところにそう、起こってきちゃう。引っ張されたら、ね、痛いですからね。痛いですよね。はい、それを購入しようと思った動機をですね。はい、うち裏山と、うん、こっちにヒノキと杉が1000本ぐらい。こういうやつが、これヒノキなんですけども、1000本ぐらいあります。それを毎年、薪作るのに、3000本ぐらい、薪にしてます。でその時に持ってくるのに、長いままだと毎回毎回これでロープで釣り上げてそれでやってきたんですけど、これで掴むと今度楽にできる、ビデオを見てて、そのやつが簡単にできるんで、今回ぜひ、このやつを自分で作ろうと思ったんですけど結構時間がかかりそうなんで、購入できるんだったら、購入したいという形で、賢明な考え方ですね、はい。はい、購入させていただきました、はい、あと今、初めてやったんですけど、全然支障なく、つかめましたので、アイデアいいと思います、はい、ありがとうございます。